あそびクラブです。今回はポケモンセンターから届いたこの箱2個開封していきたいと思います。お願いします。あそびクラブ早速開封するぜ。手気をつけて。無理や無理、痛い。さっき爪切ったからね。手が痛い。じゃじゃん。なんとお任せスタートデッキです。ちっちゃいのが出てきた。もしかしてこっちのボックスも？これ本日発売。そう。で、うん、お任せスタートデッキっていうのは、うん、本来はスタートデッキって自分で選べるんだけど。うんうん、お任せスタートデッキだけ何が出るかわからないっていう、選べるラインナップはこんな感じです。で、このお任せの時だけ、うん、ワンチャンこの真ん中のやつが出る可能性があるのかな、多分。真ん中のやつって何？ほら、EX スタートデッキ、うん、全8種類プラスハテナの中から1つを収録だから、このパッケージのこれ1、2、3、4、5、6、7、8、9 あるよ。そうだから9のこの真ん中が、うん、そのまだ調べてないか、何が出るか分かんないのよ、うん、さあ何が出るでしょうか。開けていこう。ええー、ね、うん、はい、なんか出てきたよ、うん、表面何、表面でわかんじゃん。あ、ミライドンじゃん。あ、やべ、これこれミライドンのデッキだ。じゃあこっちも開けてみる。あ、そうだね、一回、うん、ね、そうだね、そういう感じね。そういう感じだ、もう表面でわかっちゃう。ほら、何がジュナイバー EX。 誰？ジュナイバー。ジュナイバー出ちゃった、うん、そうするとあれだ、この真ん中のやつは出なかったってことだ。あー、そういう感じか。まあいいや、まあいいや、ね、ちょっと開けていこうよ。どんな感じになってるのか。じゃあ俺ミライドンね、俺のデッキ。え、もーちゃんジュナイバーでいい。俺がミライドンがいい。え、だってミライドン使ってたし、うん、ゲームで、うん、でもミライドン俺にくれたじゃん、2匹で。しょうがないからだろ。しょうがないから。コライズンと引き換えだろ。そう、引き換え引き換えっていう言い方もあれだよ。うん、どう、こんな感じ。あ、でもピカチュウめっちゃいるやん。もうあれだね、ミライドは電気だね、うん、電気デッキだ。うわ、オッケーでしょ。でもあれだ、ネストボールとか入ってないんだ。入ってなかった、ね、うん、あ、そっか、ネストボール入ってる、うん、不思議な網とかも、はいはいはい、とても入れ替えとかも、サワロも入れ、草なんだね、草デッキなんだね。あれなんだ、スカーレットバイオレットなんだ。
構成がね OK でしょ。 OK OK。 なるほど。締めの言葉バイバイは。今回の開封結果はこんな感じです。まあ、未来論とね柔軟一波のデッキが当たったってことで、はい、じゃあこんな感じで今回終わりたいと思います。お父さん、はい、ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。でかすぎだろ今度。ご視聴ありがとうございました。せーの、ご視聴ありがとうございました。せーの、ご視聴ねえ、食べないで、まだ言ってるんだから。桃花がまだ言ってるでしょ。せーの、違う、もう一回、せーの、ご視聴ありがとうございました。